イワンベワラビハイピレピスプンクタータメット X クーンは小葉のイシカグマ科のシダ植物。柔らかで細かく裂けた葉を大きく広げ、ややワラビにも似ている。寒冷地では火力性で、団地では常緑性になる双本。根茎は長く、横に這い、茎は3から4ミリメートル、色は黒み帯、若い部分では毛を密生させるが、古くなると表面が裸になる。傭兵は、 根茎の上にまばらに出て直立する。色はい色だが基部では暗褐色をなし、また基部でやや細くなり、根茎とのつなぎ目より上で新たな補服形を出す。歯全体に白い難毛があるが、傭兵ではそれは後に脱落し、その後がザラザラした手触りになる。傭兵は長さ35から50センチメートル、養身は 長さ40から70センチメートル、幅は40センチメートルに達する。洋芯は、前傾としては超楕円型から三角状楕円型で、先端は長く伸び、基部が一番幅広い。洋芯は3から4回右上複製で、基部近くの右辺は三角状長楕円型で、長さ30センチメートル、幅20センチメートルになり、先端は長く伸びる。その右辺にあたる、 小右辺は三角上長楕円型で、先端は伸び、基部は断ち切った形で、短い柄がある。そのまた右辺にあたる二次小右辺は長楕円型で、先端は丸く、基部は断ち切った形で、柄がない。列辺の円には、巨子がある。端質は草質で緑色。葉脈は、表裏ともに不明瞭で、毛が多い。放子能群は、列片の円近くにあり、包み膜はなく、 単に放射能が丸く集まっているだけのものである。和名は岩姫わらびである。これは岩の上の姫なわらびとも取れるし岩の上の姫わらびとも取れるのだが、牧野があえて頑丈に生えない胸を述べているので、後者と思われる。北海道と小笠原諸島にはないが、それ以外の日本各地に分布する。東北では稀で関東異性の団地に多い。古くは、 旧世界の熱帯域に広く分布するものをすべて、この種と見たが、後に再分され、現在では、日本の本種と同じものは中国から東南アジア、マレーからスマトラにわたる分布を持つとしている。平地から、低山のやや明るいところに生える。和名に、岩とあるが、頑丈に生えることは、稀とのこと。ブナタイから人里近く、人間周りまで出現する。 あまり乾燥しないヒナたちが好きで、いわゆるパイオニア的な性格を持ち、例えば森林の伐採跡などに素早く侵入して、繁茂するが、木が茂ってくると見えなくなる。同族のものでは、聖多界はメワラビエッジアルピーナが、静岡県と四国、およびそれ、ナ南に知られる。本市より大きくて養身は70センチメートル以上、1メートルくらいには、なる。 また、早軸に年季があって生きた状態では触ると、ネバネバすること、放の能群を葉の縁が反転して覆うことなどで、区別される。他に多いは姫わらびエッチテニューエフォーリアが、沖縄本島で採集された記録があるものの、現在では見られない。これは、聖多海は姫わらびに似て、傭兵が太くて、専門の様子が異なる。また、聖多海は姫わらびと、 本種との雑種と思われるものも発見されており、愛は姫わらびと呼ばれる。どうかのわらびにも一見では似ているが、本種は毛が多く、発質が柔らかいのですぐ区別できる。それ以上に外見が似ているのが姫わらびティリプタース、トーレスアナバリエーション、クレバータである。ただしこの種は、傭兵の毛が落ちてもザラつかないこと、器部には臨辺もあること、法師農群は、 裂編の種脈と縁の中間位に並んで生じること、胞子の能群に包み膜があること、また根茎が短くまとまることなど多くの点で、はっきり区別できる。なお、分類的には、この書は姫ダ中に属し、系統的にも遠く、区別点が多いのもそのためである。その割に見てくれはよく似ている。ちなみに姫わらびに似た植物は他にもいくつかあり、当然ながら、本種にも似ている。 それらについては、姫わらびの項にまとめる。以下、主として、岩月編、P104 から105巻の、P17 巻の、P17 巻の、P17 岩月編、P105 巻の、P17 岩月編、P105 巻の、P17 池畑、P44 田川、P55 岩月編、P105 池畑、P44。ありがとうございます。